はい、それでは今回のカード紹介していきましょう。今回はこちらの龍神カードミニ、ね、小さいバージョンの方を私は持っているんですけれども、龍神カードになります。これね、ミニなんですけど、もうちょっと大きい、ね、普通サイズのものもあります。まあただ私毎回言ってるんですけど、手が小さいので、小さいバージョン、ミニのバージョンがあったら大体そっちを購入するんですよね。うん。でね、幸せと豊かさへの扉を開く龍神カードね、これは大杉光さんね、という方が手掛けていて、絵は大野舞さんという方がね、描かれていらっしゃいます。開運オラクルカードね、38枚入りとなっていて、そして本体価格が税抜きで1800円です。そして出されている会社がこちら、まあ、ちょっと読み方難しいですけど、川出処方新社っていうのかな、間違ってたらすいません川出まではね合ってると思うので、はい、こちらの龍神カードになります。龍神カードね、使っているよって言うと、まあ、スピリチュアル界隈ではちょっと有名なんですよ。可愛い方の龍神カード、それともリアルな方の龍神カードってね、皆さん聞かれるんですよ。大体ね、その2つのカードさんが有名で、で私はこちらのね、まあ、絵柄がね、可愛い方だよって言うと、皆さんもね、ああ知ってる、私も持ってるとかね、そう言ってくれるんですよね。そう。なので、有名な、そう、龍神カードさんなんですよ、こちらのカード。そう。そして、ちょっと裏の、絵柄。ちょっとミニだから、この絵柄なのかもしれないんですけど、裏はね、こういう感じです。ひょっとしたら、普通サイズね、持ってる方は、あ、普通サイズと、裏側は絵が違うって思うかもしれません。ちょっと私も詳しく見たことないので、普通サイズの方なので、裏側の絵はこうなんですけど、表面はみんな一緒だと思います。皆さんね、見たことあるっていう風に言ってくれるのでね、こういう感じで、まあ、金龍様とかね、有名だよね。ね、いろんな龍神様が、まあ、この世にはねいらっしゃるんですけれども、そのたくさんのね、龍神様からメッセージがねもらえるんですよ。そう、こちらにまずね、金龍様とかね、あと下にも軽くね、うん、日本語でメッセージが載っております。そしてね、解説書もちゃんとついていて、こちらでもね詳しく解説してくれております。はい。そしてこちらのね、龍神様の解説書で、ま、面白かったなって思う部分は、パッて見るんだけど、アドバイスがいろいろ載ってるんですよ。ま、おすすめの食べ物とかね、おすすめのアイテム、おすすめの場所や、おすすめのボディケアとかまであって、これ面白いなと思ったんですよね。そう、メッセージとかアドバイスだけじゃなくて、その日に使えるような、うん、そういうアドバイスもあるので、すごくね、エンターテイメント性というかね、そういうものが溢れているカードさんになってるんじゃないかなと思います。そしてその龍神様のメッセージだったり、アドバイスっていうものが、本当にためになるようなことを伝えてくれているんですよ。どのカードさんも。なので、これから例えば占いをしたいとかね、そういう方にもね、持っていて損はないね、カードさんなんじゃないかなと、おすすめできる龍神カードさんになっております。私はこのね、カードさん本屋さんで偶然見つけて買ったんですけれど、私がよく利用するアマゾンさんでも取り扱っていたし、他のね通販サイトさんにもある可能性が高いので、気になる方はねぜひチェックしてみてください。それでは今回のカード紹介以上になります。次回のカード紹介も楽しみに待っていてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。私、ゆえママはココナラというサイトで個人鑑定もしておりますので、興味のある方は概要欄をご覧ください。それではまた
次回。バイバーイ。